元気師匠や大輔と申します。今回はザシアンをね、使ってランクマッチも置いていきます。ザシアンはですね、まあ、禁止伝説級ポケモンの一人なんですけども、まあ、レギュレーション G がね、解禁されるのが、まあ、5月ということを言われてるんですけど、まあ、実はね、ザシアンって実装、ランクマッチで使えるようになってて、ザシアンといえばね、フェアリー、鋼タイプ。で、このね、見た目もね、でかい武器持ってて、で、専用技のね、この鋼の命中安定、高威力技。持ってるというところなので、もうザシアンはもう実は実装されてるんだよということを皆さんにお伝えしたいこの動画になります。それでは全員切り刻んでいきましょう。お願いします。はい、マッチングしました。卵さんお願いします。相手のパーティーがガラルファイヤー、ウーラオス、羽ばたく神、パンオジアン、エース版海流か。うわ、ウーラオスいんのかよ。どうしよう、ウーラオス来ちゃったらね。まあ、若者から行くんですけど、まあ、そして裏に当然ザシアン。いや、ま、これはもうマリルリかな。うん。お願いします。はい、お願いします。パオジアンから来るか。なるほど、オッケー。で、若シャモはこれ結構ぶっ刺さっていくんじゃねえか。格闘炎だから、悪も氷も半減なのがでかいね。まずは見切りから入ろう。当然、これはね、見切っていきましょうと。ってなるぜ。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、多分打点ねえかな。このパオジアンは。若シャモに対してはさあ、加速で素早さぶち上げて、いやー、これ多分パオジアンがタスキだと思うんだよな。だからこれパオジアンに対してデカルちゃんを出していきたいので、これフェザーダンス打つとねダメなんですよ。もうね、研磨行く。うわー、パオジアン引っ込めてくるか。いやいやいや、でもただしかしよ、ただしかし海流が来てしまわれていくか。あー、この海流に対してかな。いや、これどうしようかな。海流に猫魂当てるか、パオジアンに猫魂当てるかなんだよな。まあ、ここは、素早さが今だって2段階。攻撃2段階か。素早さはもう十分なんだよ。2回加速活動すれば、羽ばたく神抜けるんですよ。ブーストガージ持ってても。だから、研磨行くとアンコール怖いんで、バトンでいいわ。うわ、地震か。うわ、なんか早い。これ、海流、あれだ、スカフだ。オッケー、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 オッケー。あ、ごめん、スカフじゃねえわ。ごめん、若者も普通に海流より遅えわ。若者も結構素早さ下げてるから、一応後手バトンがね、そう、できるように素早さ下げてるから、これ、いや、うん、海流が多分素早さに、ま、少しでも振っていることが分かったので、ザシアンが登場していく。さあ、海流、お前は終わりだ。まずは、猫魂で様子見ていこうか。猫魂。いやー、いいダメージ。ここで、巨獣山行っちゃおうか。デカハンマー。当然突破だ。いや、海流なんてね、もうこんな雑魚なんですよ。うん。猫魂して、もうデカハン。なんならあれだな。片やぶやるから猫魂なくてもよかったぐらい。さあ、パオジアンが来て、で、このパオジアンに対しては、これもうデカハンマー、もう猫魂打てないんで、これデカハンマーのクールタイムをね、保管するために、しっかり守るをね、採用してるんですよ。これが、最先端、ザシアンのね、使い方っていうところで、お前はマジで。お前やるつもりだな、おい。デカハンマーでぶっ潰してやるよ。ブチッ。いや、まあ助けだよな。いや、これなんとか絶対レイド良ければ、多分打点ないと思うんだよ。よけろ。よっしゃ。はい、守って突破と。マッチングしました。カズチャンネルさんお願いします。相手のパーティーがデュアイオードか。オーニューラ、バサギリもいる。なんだっけ、サーライト、チンチラチーノちゃんと、マンムーかー。なるほど。なんか、タスキ持ってそうな奴らが結構ちらほらいるんだけど、しっかりと若者も、そしてデカルちゃんを入れて、そうだなー。鋼タイプのデュアイオードとか、ちょっとめんどくさいが。いや、まあ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 、マリルリですかね。はい、お願いします。はい、お願いします。うわー、初手大王道。しかも色違い。何これ?なんか、エメラルドグリーンみたいなさ。さあ、そんなエメラルドから、発動した若者もにて、まずは見切りを
カマしていこうか。こいつ素早さクソせえよな。確か取得値40とか50ぐらいやった気がするんで。うわ、大地の力。特殊型？大王刀って特殊型ってあんの？こいつ攻撃取得130ぐらいやんのにさ、フェザー弾行こうと思ったんだけど、これ。研磨でいいのか。研磨行こう。大王道の特攻ってどんぐらいだっけ？めちゃくちゃ低いよな。第一の力しかも。うーわ強い。ちょっと強いんだが。ええ、ちょっと待って、大王道。あれか、力づくか。だから、軽くある。いや、にしてもじゃねえか。もう一目切りかまして。お、大学来てくれた。うわー、ありがてえ。あれじゃん、サーナイツ。お、サーナイト。あー、なるほど。加速とレースからのって感じか。あー、ただ、しかし、もう向こうも加速しつつ、こっちも加速するからな。まあ、ここはどうしようかな。もう見切りを、解くべきか。いや、打つ必要ねえんだよな。3段階上がればさ、全員抜けんだよ。もうバトン行くわ。さあ、さあ、ナイトくん。君は加速し続けろ。そう。こっちは倒しに行ってやるからな、デカヌちゃんだ。さあ、デカヌちゃんのご登場といこうか。さあ、さあ、ナイト。マジカルフレームはちょっと痛いなぁ。いや、まあ、ただしかしですよ。うん、これでデカヌちゃんの食べ残しがね、まあ、ちょこちょこ回復できるんで。いや、加速されちまうんだよな。ただ。サーナイトの取得値できたっけ ?80。145ぐらいか。てこと素でデカヌちゃんの方が早いから、ってことは3加速までは、許容できる。猫魂一発撃てるな。うん、これ猫魂一発撃って、あ、サーナイト引き込むか。なるほど。あ、うわー、大王道が来てしまうか。いや、大王道はね、まあ、HP 結構あるから、猫魂デカハンマーじゃ落とせるかどうか微妙だな。さあ、しかし食べ残し回復はちょこちょこ入るんで、うまくいなしていきたいが、まあ、守るも一発撃って回復入れとこうか。こう焦る必要ないと思う。OK。よし、テラス来てくれ。よし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 。あ、これ、テラスも見れるからな。だからこれでデカハンマーでいけるから。しかも飛行テラスある。何の飛行テラスだ。何警戒だ。まあ、時短などが覚えるからな。デカヌちゃん。そう。ここでしっかり相手のテラスを見極めることによって、ラスターカノギが完全特殊型だ。特殊型の力づくか。剣立ての時あんま見なかったと思うよな。その風船勝ち割ろうか。一応、大王道が防御振ってたら、あれだしな、もう テラス行こう。うん、テラスタル、デカハンマーだ。大王道とかいう、もうそんなね、やっぱね、まあ、剣立ての王道といったら、ザシアンなわけなんですよ。みんな使ってるでしょ？もう、王道ポケモンの中の王道ポケモン。そう、デカハンマーだ。ブエアもうね、もう邪道よ、こんなやつ。うん。もうあの、ザシアンなんてね、こんな強いポケモンいないんだから。もう他に替えがない。うん。鋼タイプ専用技、物理の、命中100、威力160。強すぎる。さあ、オーニューラが来て、いや、ただしかしオーニューラはもうしっかりとまずは守るで、猫魂もケアしていくと。これがシンプルに強いよな。いや、インファイトかましてくるか。タスク持たしてんな、さてはな。もう、これ、デカハンマーで。いやー、これは、オーニューラ君、これ、100体ぐらい持っていくよ、ほんとは。まあ、だけど、まあ、タスキでしっかり耐えられてしまうと。うん。で、タスキで、持ちこたえつつも、インファイトをかまされると。ちゃんとね、裏に先制技持ちもいるんで。攻撃めちゃくちゃ下げられたりしたら、まあここはしっかりアクアジェットで取って、うわ、早手がし、なるほど。おお、貴様やりおるな、おい。いや、ただしかしここは、いや、まだこれアクジェレンダでいいわ。うん、早手がし、なるほど。貴様やるな、おい。いや、アクアジェットだ、ここはまだ。うわ、マジかよ、おい、てめえふざけんじゃねえぞ。さあ、ただお盆の実があるから、これで結局回復できて、
ターナイトの一撃耐えつつアクブレアクジで倒せればいいから、もうここアクブレイクか。あーオッケー、あぶね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 、早手返し、こいつも覚えんのか。すぐアクアブレイクでオニュラ破壊して、いやーサーナイトのムーンフォースなら一発耐えてくれると思うんだよな、この HP あれば。降臨してくる、こいつがメガネ、いやーわかんねえな、ここはもうアクブレアクジで多分いける。アクブレムーンフォース、いやーこれ耐えろ、マリリマリリマリリー、早手返されてしまったわ。あーありがとうございます。あーこれはちょっと早手返しがまさかあそこ連打してくるとはな。はい、マッチングしました。 OTA さんお願いします。お太田大使かな、うん、お願いします。羽ばたく神、ウーラオス、いやーブリジュラス、あっとなー、はーバオジアン海流、まあ若シャモから行って当然ザシアンで全員ぶった切って、いやーハブリーブリジュラスがちょっと厳しいので、まあサーフ号行きましょうかね、お願いします。はい、お願いします。オーガポンから入ってきました。オッケーオッケーオッケー。いや、これ若者に打点ないと思うんで、悠然と剣舞積んでってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、見切りから入りましょうかね。これで、剣舞とか積んで、うわぁ、ガンプ持ってんのが、いや、加速分これでリセットされちまうっていうのは痛いが、まあ、ただ加速普通に波動して、当然、剣の前を積んでいこうか。で、ガンプを受ける前提で行くとすると、4回ぐらい加速は、殺動させないといけないな。岩石プージかまして、これであれば、うん。若シャモで結構な、あれは、受けられると思うんだけど、なんか、まあ、見切りで加速連打行きましょうか。岩石封じを連打はしてこない。さあ、ツタコンビウだったらさ、ごめん、スーパーザシアン行っていいか、これ。オーガポン、ごめん、スーパーザシアン行くわ。これ、決敗もう一回行く。スーパーハイパーザシアンのご誕生と行きましょう。岩石封じを打ってくるが。ただ、しかしこれは、素早さは下がりますけれども、剣の舞を、ガチガチに。で、さあ、そろそろオーガポンくん、君の式も近づいてきたようだ。もう禁止伝説は解禁されてるんだ。さあ目を覚ませ。そのおっと引っ込めてくるか。なんしかしこれはパオジアン、おい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 、これどうしようかな。もう一見切りいくか。これさ3、いや3段階上がってればさ全員結局抜けんだよな。バトンいくわ。ここバトンいく。うわーテラスタルなんだこれ。飛行とかなんかでぶちのめされなければ多分大丈夫なんだけど、とか水とかみたいな。うわーステラテラスは、いやでも若シャモに打点ねえって。氷だろ。テラバースト、いやこっちテラス切ってないから、いやこれ耐えるよね、耐えるよね。若シャモ、若シャモの耐久力で、パオジアンは攻撃特攻ダウンだ。さあ若シャモよくやった。あとは、このポケモンに任せろ。ザシアンのご登場だ。こっちは腹が減ってるんだよ。まずは猫魂でしっかりタスキの線をね、吐いていきましょう。猫魂。これで、はっはっは、救助で。いや、すまねえな。うん、ちょっと興奮しまったわ。デガハンマーだ。当然、上取ってるよ。もうあの全部の18個の宝石と共にバキバキバキビリビリビリ、よっしゃー。さあオーガポンが来てしまうが、おい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 、ここ一発守るだな。うん、これレガンマ連発できないから守って、ボーが来るでしょ。おい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 、お前はどうやら攻撃が1段階上がるからザシアンとな、うん、SV のザシアンと呼ばれてるようだな。しかし本当のザシアンっていうのは、専用の鋼技。効果今一つでもぶち抜いた。あの3年前思い出せ。テラス、デカハンマーで。おい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 。ついに、SV での雌雄を決する時が来たか。この鋼テラスで、お前をぶち抜くぞ。覚悟しろ。デカハンマーだ。仮面ごと。ブラッチ
いやみんなごめん、うん、壊しちゃったわ。もう SV のなあ、これ全部壊した。うわ、ブリジュラスがしかし来てしまうか。なるほどな。あ、じゃあまあここも一旦守るかましてから、はい、ありがとうございました。いや、もう半減でも持っていくのがね、やはりザシアンなんですよね。ありがとうございました。